はい、画面の前の皆さん、どうも、ゆうきでございます。ダークソウル2持たざる者でいくマイペース実況攻略、初見1周目でございます。ゆうきでございます。2回言っとるわですね、これはおそらくですが50の動画を上げて51を撮って52になるんですけども、連続して撮影を撮っております。なので私は現在50までの現在の50までのコメントしか見ておりません。51が上がる頃にはもうこの撮影はおそらく終わってると思いますので、その辺は、ご了承ください。プレイヤーステータスレベル95、技量剣士よりで育てております。技量剣士がわからない方はどうぞ Google の方で検索をかけてください。これなんだ、流行らそうとしてるのか。いや流行んねえだろこれ、流行んないわこれ。でね、前回、前々回の時、なぜかね、私、ハッピーホイールズの、ハッピーウィールズの撮影をしたんで、マイクブーストっていうのがちょっとオンになっておりまして、マイクがバカでかかったと思うんです。で、今回は、マイクを元に戻して、SE 音ね、これちょっと下げました、1。こいつらのね、歯音がね、ものすごいうるさいんで、撮影時に。なので、ちょっと SE 音をこのゲームオプションから下げております。まあ、大してね、差はないと思うんですけど、もし、前の方がいいとか、今回の方がいいとかあったらください。それでは、まずね、まず1件あります。なんなんこの人。ちょっと前回に続いて。何、どこでも出てくんの？ストーカーか。私のストーカーだわ、この人。なるほどね。まあ、じゃあ話してないか、話す？ヤマロ、How you grew up with a photo with this dreadfully twisted world? は？人は安寧の中で生かされている。そして偽りの檻を信じ、愛おしむ全てが嘘であろうと。やがてその身に呪いを表す時まで、それは我らに課せられた呪い、闇こそが人のうちに宿る真実であるがゆえに。難しいんだよね、言ってることがいちいち。それは果たして悪だろうか、作られた偽りのせいだが。どういうこと言ってるんでしょうかね。まあ全てが偽りだと言ってるわけですね。まあよくわかんねえけど、はいだよ。お、え、アン・ディールさんですか、これが。あれ、あの、じゃあ霧の先にいたの誰だ。光もそして闇もその果てに。アン・ディールの館の主はこんななんか感じだったの。よくわからんわ。どれが新しい要素でどれが古い要素なのか全然よくわからんわ。ちなみにね、つねさん、これね、なんかね、5分ぐらいだけど落ちなかったよ。なんかあるんじゃない、条件が。視聴者にね、軽く注文をつけるっていう、こんな実況者ですよ。それじゃあ行くぞ、みんな。これは、大加藤の、おっと、大加藤っぽい感じ。もはや、貴様らなど。恐怖にも値せんわ。あいしょ。ああ、何、ちょっとなんかとん、なんか何よくわからん。毒になるね。そして毒っちゃうと楽っていうね。あ、何なんかいるでしょ。よっしゃ、オープン。さあ、この祭祀場をクリアしたら私はの旅は終わるんでしょうか。かがり火の探求者が3個あります。
とにかくね、あのここの前のね、守り竜の巣を回せっていうね、指示をたくさんいただいております。お、ファロッチャウ、ファロッチャオ、ごっくん、これいつも思うんだけどさ、ファロッチャウ打った時に必ずこういうね顔のマーク出るでしょ。これなん、まあいいや、ない回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 いや、いろいろあったんだけど、今ちょっとマークをねこういう感じだったら面白かったんじゃないかなっていうね。でも多分ゲームが変わっちゃうからいいやちょっと面白い方のね、なんかあのなんか面白い方の案が浮かんでたから今ダメだ、そういうゲームじゃないんだよこれは。面白くしちゃダメなんだよ。さあ、何何、あ、いていて、何何何、どこ、あー、なんかいるな、ちょっと待てよ、嫌だな、なんか、あ、毒矢がない、ちょっと待て、毒矢が、これを毒矢に変えて、あー、いて、なんだこれちょっと待て待て、どこにいんだ、あれか、あれでもどうしよう、 NPC だったらなんか人だな、いや、あれだ、てめえ、あ、いて、ちょっと、なんなんこれ、マジ、あいつ。いや、あっちから行くぞ。毒になれい、毒になれい、毒になれい、毒になれい。あー、なんか強そう。うわー、うわー、強いぞ。動きめっちゃ速くねえか、こいつ。こんな。噴火、危ねえ、段差があって助かったわ。危ねえ、一段下でよかった、自分が。どっち？ちょっと待って、マイクの位置ちょっとうるさいかな、大丈夫かな。たまに声がね、マイクブースト使ってなかろうが使ってようが関係なくうるさいんで。ん？なんか奇跡っぽい音するんだけど。奇跡やろうがいいな。あ、しかもさっきファロスの時に撮ったもん、なんか全然違うこと考えてたか見てなかった。何撮った？全然見てなかった。ちょっと後で撮影時に確認しておきます、うん。たまにね、変なこと考えるんですよね。頭の中に妄想が膨らんでしまって。あー、いるな。やだわー。なんか、一体一体相手するのめんどくさいわー、これ。あ、いていていて、何何何、だからこれ。邪魔すんじゃねえ、誰だ。よし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 。毒にしながら戦う。このパターンでいこう。さあ来い。入るね、毒、こいつ。あ、また、オッケー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 。なんか飛んでくんじゃねえの、また。どっからか。こっち？こっちの方か？来なくなったわ。宝箱あるな。よし。OK。開く。オープン。あー、いい。今、いい感じで無敵時間使ったんだけどダメだったわ。光るくさび石。んー、なんだ、全然よくわからんぞ。これ上がってきたところの上なんだよな、多分。あっちも行けたんだよね、多分ね。こっちって戻るパターンだと思うんだよね。多分だけど。なんだこいつ、なんだチーンじゃねえんだよお前チーンか、なんだチーンくんかお前はいやいやいや、そんなやついるか、そんなな、誰がつけんだその名前。生殖の円盾をゲットしました。あ、宝箱ある、あそこ青、うん、なんだなんだ、ん、ここで終わり、チーンくんがいただけ、ここなんやねん、チーンくん。これ、ジャンピングでいけんじゃないの？それ！はっはっは、やはりだ。どうだ？皆さん、初見だろうとだ。これぐらい見破れるんですよ、私は。普通だってね。普通だって。オープン！
万兵の王の万兵の王盾、うん、なんかモテない匂いしかしないよね。完全にモテない匂いしかしない。これか。でかっ、重っ、うんうん、重った。手首の人体がおかしくなるわ、こんなん振り回したら。さて、あれ合ってんのかな、こっちで。これこっちに行くパターンだよね。あれ、あそこにも宝箱あるよ。うわ、2体いる。めんどくさー。めんどくさがってどうする、ゲームやってるやつが。これダメな例ですからね、実況始める皆さん、ゲームをめんどくさがってはダメです。そりゃそうだ。あれ、あっちどうやって行くんだ、こっちから行くのか。とにかくね、宝物に目がないんで私。こっちじゃない、こっちの方のさ、こっち見なかったもん、さっき。飛び降りていくとか違うな。これはただ単に単純に落下死するやつか。あれ、ちょっと待って、ファロスのところから行くみたいな感じかな、はしごがあったと的な。よくね、この辺、ここ見てなかったんですよ、ぼーっとしてました。ちょっと花粉症気味でね、そろそろ私も。違う、どこだ、どうやって行くんだあれ。ああいうのにね、大概ね、指輪が入ってるんですよ。指輪とね、なんだろうな、このゲーム的には指輪と、指輪と、そうだな、盾かな、盾が入ってるね、指輪と盾が入ってると思う。うん、そういう感じだね、そろそろね。チェーン君が転がってるよ。あれ、行く場所ないわ、やっぱり。あそこ行けないんだね、まだね。回り込んでいく感じなのかな。うん、そう信じよう。で、どう見ても明らかに下なんだけどね。とりあえずいいや、あれ、あ、この上から行くんだ。オッケー、終わった。ちょっとあの2体を倒そう、まずは。引き寄せ、引き寄せの法則でいく。これが皆さん、引き寄せの、ダークソウル2引き寄せの法則です。こうね、矢を打つと不思議と敵がね、引き寄せられてくるっていうね、魔法使ってきたよ。あ、そうだ、最近呪術使ってないですねってよく言われてるから。呪術使おう。ほれ、これが呪術だ、見たか。ん、私の呪術はな、ダメージ判定がない、目の前を炎で一瞬目くらましをする、そういうあれだ。そういうあれじゃダメだ。ちょっと待って、来るな。オッケー、もう一体、あいつ、こいつなんか怖えな、両手持ちだから。両手持ち系怖いよね、このゲームね。破壊力抜群でしょ、どうせ。あー、怖い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 。盾は飾りだ、さあ行くぞ。盾は基本飾りだ。おーっと、よっしゃ、もらった。あー、危ねえ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 、今毒なかったら危なかった。万兵の直剣っていうのを取りました。直剣だから筋力かな、基本的に。これか、あ、やっぱね、筋力だね。おお、なんかシンプルイズベストみたいな、なんか新鮮だな、直剣が。やはりこっちか。皆さんのアドバイスなくても私は順調にクリアリングできてますよ。さあ行こう。合っているのか。来たな、久しいじゃないか貴様。アンディールイライラだ。ほれ、毒になれ。お前の弱点は毒だ、知っている。万兵の直剣でとどめを刺してやる。何をしている、狂ったか貴様、貴様狂ったか。こっちもそうなんじゃねえか。あら、ゴミくずになっちゃった。何だったんだろうこれ、
いや、ビビックのせいだ、もう最悪だ、あいつ。あいつ、ふざけよ、マジ。マジふざけろ。ゴミくずだったわ、これ。どうなってんだ、あいつ。最悪だわ。ちょっと待て。こんな後半で宝箱壊れて、ゴミくずになるとは思わんかったわ、ほんと。どんだけ後半か知らんけど。何撮った全然見てなかった。怒りで何を撮ったか全然見てなかったわ。何撮った？竜の骨の化石までは見えたな。ダメだ。これも後で、ちょっと後でこれも確認しておきます。編集時に。もう最悪だわ、あいつ。おでけ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 、親父来た、親父。うわ、強そうだな、親父。さすがに。親父、ちょっと毒にした方がいいんじゃない？親父。よ、親父。毒になってくれや。親父。よし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 。よしよしよし。毒ったな、親父。毒今回使えるな、おい。そんな盾がなんだ。うなぎパイみたいな盾持ちやがって。てめえ。すまんな。お前のスタイリングは見えなかった。俺のこの遠距離戦の勝ちだ。やはりな、なんか見えたんだ、今。焦げた足が見えた。いや、嘘だ、これは。もうわかる。嘘か嘘じゃないかぐらい、そろそろ。私だってな、ずっと冒険してきてるんだ。さあ、オープン。うわ、最悪だわ、ミミック、ほんと。皆さん、あれ気をつけてね。あいつ、あれ狙いであっち転がったのは、まさか。そうとしか思えんわ。最悪だわ、あいつ。もう最悪ついでに死んでも来たわ。くくっちゃダメ。くくっちゃダメ。取った。タコちゃんだったと思うけど、3匹目、取った。3匹目取ったわ。どこにいんだ？どっちから来んだ？待て、毒を構えておこう。まあ、NPC のね、侵入なですからね。もうね、東方腐敗に比べたら、もう、もはやね、もう、紙一重の雑魚ですよ。いや、紙一重の雑魚、どんな雑魚だ？おった。ハロー。よう、やるか。左か。なんだ、それは。ん？雫石を使うタイミングもあるな、貴様には。甘いな！狙ったみたいだな。頭はいいみたいだな。どこ振ってる？ほれ本来のスタイルを見せる。どうした？毒になっちゃったよ。大丈夫か？お、やるね。ほっ、やるね。よっしゃ、かっちゃん戦法に行く。いって、まずいまずいまずい。エストガブ飲み。本当はね、対人でエスト飲むなんてね、非常識ですけども、ここは攻略組。やべえちょっと待って、まずい。まあ、とりあえず休憩しようぜ、お互い。意外と苦戦するな、お前。とりあえずさ、まずね、毒んだろうか、お前は。ああ、いいね、これ。確かに、だがいいわ。さあ来い。あのさ、それダメだよ、それダメだよ、それダメだよ、ダメだよ、こっち来いよ、それダメだよ、それダメだよ。うわーくっ、飲むなよ飲むなよ、飲んだら死ぬぞ、飲んだら死ぬって、それ。あー、でも結構回復しやがる、こいつ。いいじゃないか、いい戦いだ。お前とはなかなかいい戦いができたな。うん、危ない。危ない。見て、このもう満身創痍。危ねえ。実際パリーを狙うっていうね。ちょっと見せ場を無理くり作ろうとするね、そういう実況者ですよ。危な、満身創痍すぎる。
やられるかと思った今。なんかよくわかんないけど取ったぞ。卵の化石。なんの、なん、なに、なになに、どういうこと。うん、卵の化石ゲットしました。宝箱発見。ん、光ってた。あ、気のせいか、背景です。あぶね、満身創痍すぎる。危ない。なんかでもちょっとかっこいい鎧着てたね。結晶魔法の武器。ああ、ここにあるんだ。すげえとこにあるね。さて、あっちに行けるのか。あ、違うな。あ、こっちか。合ってんのこれ。ちょっと飛び降りまくってきたけど。合ってんのかこれ。まあいいか、進んじゃえ。全身あるのみ、進めそうなところは全部行く。ん、なんだ。うわー、めっちゃ配置されてる。あー、これやばいでしょこんなん。もうちょっと待って、これ技量じゃない人、指打てない人なんか。あー、ちいちいちいち、チキンと呼ばれても構わない。そう、私の名前は結城でございます。ちょ、どけどけ、こんなとこで倒れてる場合じゃねえんだ。もうこの先ボス待ってんだろ、どうせ。分かってんだ、ボスの前にな。お前たちにな、お前たちに時間使ってる尺がないんだよ。もう、あ、痛い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 。でけえ剣振り回しやがってよ、ほんと。でかければ何でもできると思ってるだろ。おいおい、ガードしてんじゃねえぞてめえ。 OK、 万兵の鎧ゲット。なんかいるね、あそこ。待て、後ろも気をつけた方がいい。不意打ち系はないな。なんかいるな。なんだあれ。うん、まあどう見ても敵だろうね。 NPC なわけがない。撃つ俺は。ほら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 、来た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 。おお、なんだなんだ、激おこじゃねえかよ。なんか激おこ、激おこ。ちょっと待って、ちょっと待って、激おこだこいつ。あー、強、強靭超ある。いやー、やばいやばいやばい。待って、こいつこそ毒にするべきだ。おらおら、まずい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 。おいおいおい、普通にさっきの赤霊と一緒じゃねえか、こんなん。闇霊と一緒だわ。痛い、もう一回。強ー、こいつら。なんなんマジマジで言ってるのか、こんなん。毒なかったら辛くない？これ普通に思うけど、毒ない人どうやって攻略してんのこれ。やっぱね、ここはね、実況者たるものね、スタブを狙っていくもんですよ。あー、なんかすっげえ似とる。スタブ狙ってってやる、てめえ。ほっ、それで、くっそ、今取ったと思ったんでな。ふっ、てめえ、死なねえか、死なねえか。あ、強っ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 、死ねえ、死ねえ、死ねえ。くそ、強い。スタブ取っても一発じゃ死なない。今回、スズメバチの指輪的なのあんのかな？スタブの威力上がりますみたいな。欲しいな。あるならば欲しい。なんか見えてんぞ。なんだこれ。うわー、父ちゃん2体か。うわー、やばい。うなぎパイ？うなぎパイ2体いるわ。もう、これはね、もうね、毒で行くしかないよ、こんなの。ここで来るよ。
土がついに、うぃー、ゾーあぶね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 、待て待て、うなぎパイ、あ、危ない危ない、今回毒に何回助けられてんだ俺、危ない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 、毒なかったらもう多分3回くらい死んでる危ね、まあでもね、この運もまた実力のうちと言いますからね、ゲームはね、運も実力のうち、まあ1対1ならいけんでしょう、よっしゃ来いや、よっしゃ来いや、ふっ、おシールドバッシュ的な、すげえストブ盾じゃねえよもうそれ、おお、ダイヤヤイ、かっこいいね、なんかなんだろう、タックルみたいなね、シールドタッコーみたいな、シールドタッコー、シールドタッコーヒロキみたいなちょっと誰やねん、ちょっと待って、あー来た、激おこまたいんのかこいつ、あいってってって早いな動き、ほんとちょっと強靭がさめっちゃ高いんだけど、あやべ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 、待て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 、激おこすぎだろお前、どんだけ怒ってんだよこいつ、うえ激おこすぎ、激おこすぎ、まず先に言っときたい、激おこすぎ、激おこすぎ、もう一回来るでしょ、なあれ当たんの、大丈夫、スタミナが切れるはず相手の、こいつら強いよほんと、普通に、強靭めっちゃあるんですけど、嘘だろこんなの、強靭、うわー入った、よし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 、こんだけ入れば十分、ういお互いスタミナがない、あー危ない、あらあーくー、死ぬ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 、あー危ない危ない危ない、死ぬ死ぬ死ぬ、死なない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 、むしろ死なないんだよこんなとこじゃ、あぶねえ、あぶねえ見てこれ、マシン装備ちょっとあぶねえ、またミリだよ、どうなってんだよこのゲームなんかしらの力が働いて助かってるわ、あーぶねえ、怖い怖い、よし、あれボスじゃないんか、やだ、なんか行きたくないんだけど。すごいよ、だって、結婚が。うおぉ、すげえ茶色い。そっちじゃないよね。そっちじゃないと思う。めっちゃ茶色いなぁ。いや、多分大丈夫でしょう。前回のね、コリュウちゃん的なやつだと思うんだよね、こういうのはね、キリねえし、キリないし、ほらね、すごい、なんか私のこの意識の中に直接話しかけてくるね、彼は頭の中に、こんな体験初めてだわ、意識の中に直接話しかけられている、この子も何言ってるかわからないね、とりあえずね、うむ、霧の中の答えを求めるのか、灰の霧の核、黙っちゃったよ、これあれかな、王様の過去に行けちゃうみたいな感じかな、あったけー、あったかいだからーだねいやいやいや、ちゃうわ、
時事ネタすぎだわ、完全に。オッケーオッケー。でか、太っ。なんだこの毛。なんかちょっと汚いな。剃ってあげようか、これ。まあいいや。時事ネタも入ったところで、今日はじゃあここで終わりにしようかな。どこ行けんだ、次。この続きがある？でっかいな、ほんとこれ。すごいね。この爪で武器作れそうなくらいだわ。あれな、どうした？なんか引っかいちゃったの？なんか、ニキビから血が垂れたんじゃないのこれ。大丈夫？そんなあるか。じゃあそういうことで、今回はじゃあこの前で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴お疲れ様でした。危なかった。3回ぐらい死んでも間違いなかった。お疲れ様でーす。